アルマロゼと両親の母ヒ・アルマ、マリーアロゼは、オーストリアのバイオリニスト。父親は、ルーマニア出身のユダヤ人のバイオリニスト、アルナルトロゼで、母親は、グスタフ・マーラーの妹ユスティーネである。したがって、両親ともに、ユダヤ系であったため、ナチス政権によって、アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所に送致されたが、そこで、囚人オーケストラを編成して、指揮をし、 囚われの音楽家が少しでも生き延びられるように図った。アルマ・マリーアの名は、おじの妻であるアルマ・マーラーに由来する。音楽的な家庭環境にあったことから、職業を音楽家になるべく、専門的な音楽教育を受け、オーストリアでも有数のバイオリニストへと成長した。アルマ・ロゼは極めて評価の高い演奏家であり、1932年には、 女性楽団員のみのオーケストラも結成している。このオーケストラは極めて演奏水準が高く、ヨーロッパ各地で演奏旅行も行った。20世紀前半の最も偉大な弦楽器奏者の一人である、チェコ人バイオリニストのバーシャ・プシホダと1930年に結婚するが、1935年に破局を迎える。離婚の理由についてはしばしば、プシホダが、 国家社会主義政権について楽観的な見通しを持っていたため、アルマと意見が合わなかったのだと説明されるが、そのような根拠は見当たらない。いずれにせよプシュホダは、再婚相手もユダヤ人であった。1938年の第三帝国によるオーストリア併合の後に、アルマは、父アルノルトと共に、どうにか、ロンドンに逃げおせるも、自分は一人、 ヨーロッパ大陸に戻って、オランダで、演奏活動を行った。第三帝国がオランダを支配すると、アルマロゼは窮地に立たされる。ドイツ人技師と結婚したが、それも除名にはつながらなかった。フランスに逃げ込んだが、1942年にその地で、ゲシュタポに逮捕される。ドランシー捕虜収容所で数ヶ月を過ごした後、1943年7月に、 アウシュビッツ強制収容所へ送られた。アウシュビッツへ到着した際、ロゼはひどい病気であったため隔離されていたが、回復後にアウシュビッツの女性オーケストラのリーダーの仕事を担った。ロゼの到着前、オーケストラは SS オーバーフリンのマリア・マンデルのお気に入りのプロジェクトで、ポーランド人教師であるゾフィア・ザコウスカによって指揮がなされていた。 彼女はオーケストラを優れたアンサンブルに変えることに貢献した。アンサンブルは主にアマチュアの音楽家と弦楽器、さらにはアコーディオンやマンドリンまでも含む楽器で構成されていた。オーケストラの主要な職務は朝と夕方にメインゲートで演奏をして囚人の送迎をすることであった。オーケストラは囚人と SS のために週末コンサートを開き、SS の職務をもてなした。 ガス室の選別の間にオーケストラが演奏をしたかどうかについては諸説ある。ロゼはオーケストラの指揮者として平均的な収容者をはるかに超える特権ともてなしを与えられた。その例として他の収容者より多くの食事と個室も与えられたことやメンバーが病気になった時は診察してもらえたことなどが挙げられる。これはアウシュビッツにおける ユダヤ人の囚人に対する処遇としては破格のものであった。ロゼはオーケストラを指揮し、時にバイオリンのソロも演奏した。ユダヤ人の囚人としては異例なことに、彼女は音楽的な能力において、マリア・マンデル、ヨーゼフ・クラマーやヨーゼフ・メンゲルなどに尊敬された。また、ロゼが指揮したアンサンブルには、チェリストのアニタラスカー・ウォールフィッシュと、 声楽家兼ピアニストのファニア・フェネロンがいて、それぞれが英語でオーケストラの体験記録を書いた。フェネロンの記録であるプレインフォータイムは同名の映画フィルムとして制作された。その中でフェネロンはロゼを保身のためにドイツ人に比例付し、とりわけ音楽家に対して罵倒をしている冷たい心を持った独裁者として述べていたため、ロゼの扱いに対して議論を呼んでいる。 他のオーケストラのメンバーは強くこの記録に異議を唱えた。ロゼの最終的な関心は、オーケストラの女性たちの福祉を守ることにあった。ロゼは、高い音楽性を維持しただけでなく、ナチスの逮捕者を慰めることもあった。ロゼのサポーターによる記録によれば、彼女の在職中のオーケストラのメンバーから、死者は出ておらず、彼女の成功の証となっている。 ロゼ自身は1944年に死亡した。死因は食中毒と推定されている。ありがとうございます。